粗品です。せいです。うん、さあ正解。冷めてる食べ物でもうまい、冷めうま。さあ、ここワンコイモノマネ耳入れたのか、レーダーのか今回挑戦するのはですね、M1 クイズ2019ということで、直近の M1 グランプリ2019で問題を作っていただきました。我々客席で見てましたから、もう生で見てましたからね。生で見てた、これをどれだけ覚えているのかクイズで出していきたいと思います。うわ、皆さんもね、このこんなあーとか言いながらね、じゃあ行きましょうか。2019むずいよ。第1問、はい、ファーストラウンド、末広がりずさんの漫才合コンから、古今東西お菓子の銘柄、いざ○○○○カントリーマーム5名と、いやー覚えてー、覚えてやんわ。正直これ言い訳やけど、笑ってたりしてたから、うん、なんかちゃんと覚えてないねんな。うわー、これ昔の方が覚えてんな。いや、っていうかその、まあなぜか言ったらやっぱもう生で1回しか見てないからな。あ、確かにな。しかもその、いや笑ってたりとかその時なんか考えたりしてたから。カントリーマン、もうでもこれちゃうかなっていうので行くしかないな。そうやな、問題渋すぎやろ。渋いな。渋いや、誰かの点とかに生じるな。いやいや、それもがそのさ、カルトすぎるから。オッケー、僕からいきます。古今東西お菓子の銘柄、いざ外国の母、これも完全に勘です。うわ、ちょっと変えようかな。いえ、ありえるかい。ちょっと出してよ。いや、ちょっと変えていい？いや、ちょっと俺の中でな。何を言ってんの？俺の中で変えてる。はい、田舎の母。はい、正解はふるさとの母君。ふるさとや。最初ふるさと出てんけど、ふるさとや。うわぁ、なるほど。なんで書いたのそれ、ちなみに。いや、お前がカントリー外国って言ってんの、うん、で、あ、間違ってるわと思って。カントリーって田舎とかふるさとですもんね。それで気づいた、あ、ちゃうわって。ずるいかも。ずるいかも、ずるいかも。お国のみたいなやつだった。あ、そうやと思って、カントリーってそういう意味じゃなかったわ。ずるいかも。いい問題ですね。2問目いきましょう。はい、ファーストラウンド、和牛の漫才、和牛さんの漫才、不動産から、麦茶飲みますか、お前住んでるやろ、ここお前住んでるやろってな、うん、この部屋なんですけど、まるまるむずお前住んでるからやな。じゃあ振りが、あかん、もう分からんわ。当てに行くしかない。お前住んでるから、いや、この問題が渋すぎんねんな、ちょっとマジでこんなんか、そうやな。いや、渋いて。興奮してましたからね、僕ら。そう、これ客席で見ながら。いや、まだ最初はクイズなら7番目誰でしょうとか、あ、とかね、まだまあ分からんけど、簡単すぎるけど4位誰でしょうとか、とかね、そんなんがクイズで、わーってなる。なんやねんこのクイズ。この部屋なんですけど、まるまるまる、むずすぎるやろ。渋すぎるて。マスオ、マスオ君、ナミヘイ、マスオとナミヘイ、大丈夫か。いや、ええよ、髪の毛お前これやらんで、ナミヘイの。ああ、死んだ、死んだ。死んだ、あかんな。じゃ、どうしよう。この部屋なんですけど、僕は行きましょうか。トイレ座ってしてください。なるほど。お前住んでるからないか。なんかちゃうとこでこれ言ってたような。いや、トイレもあったな。な、覚えてないか、ここにします。いや、トイレもいじってたな、ずっと。水。はい。はい、もうシンプル。この部屋なんですけど、なんか、もう好きにくつろいでください、みたいなのも言ってたと思う。好きにくつろいでください。さあ、答えは何でしょうか。おしっこするとき座ってやらんとダメなんですよ。え、惜しい。正解で、惜しい。いやいやいや、ちょ待って待って待って、正解でええやろ。惜しい。いやいや、
おしっこするときそうやってやらんとダメなんですよ。ダメなんですよとかないか。うわトイレも言ってない。おしっこするときですもんね。だってこれって大の可能性あるから。さあ3問目いきましょう。答えたいってスパンと答えたい。確かにな、うん、ファーストラウンド、からしれんこんの漫才教習所から。クーラーつけていいですか。勝手にせえ。上げすぎやてお前。おい爆風吹いとるやないかい。何々モードやろおいこれ。いや俺からしれんこの漫才好きで正直笑ってるんで。いやーなんか言うねんそれ。いやもうね、これ答えれる人笑ってないってことですよね。いやいやそんなことない。爆風吹いとるやないか。あら、ちょっとで変えよう。ポイントチャンス。左目がおかしい。体なんか。もうなんかちゃん動いてるな。痛いお前なんか左目おかしい。お前じゃあマジでお前思い出せ。可愛い後輩の。じゃあこれな、これ以外とも全部知ってるんですよ。マジでここだけ。マジで。はい、もう俺もでも爆風吹いとるやないか。なんか空が言いそうなやつでしょ。そう、読売でも僕ら見てるはず。勝手にせえ。ちょ、上げすぎやて。おいおいお前、爆吹いとるやないか。何々モードやろこれ。俺これ当たったんちゃうかな。じゃあ行きましょうか。はい、僕行きます。勝手に船長上げすぎやと。まあ爆風吹いとるやないかい。大型犬顔舐められモードやろおいこれ。うわー言ってたよ。なんかそうそう、ほんまやな。どう、めっちゃ変えたい。めっちゃ変えたい。何をしてくれたの。何をしてくれたの。いや、そらそんなん言わんな。でも嘘、もっと爆風でいくと思う。はい、おい勝手にせえ。うん、ちょおい、あげすぎやってよお前。おい爆風とるやないか。うん、爆風スラップ武道館速乾モードバイ。あバイは絶対言ってると思う。もう全部のツッコミにバイつけるんで。言ってないね、穴埋めの状態で。バイかな、バイ風かもしれない。何が爆風じゃなくて絶対ちゃうで。バイ風スランプ武道館速乾モードバイ絶対ちゃうわ。よし、大型犬顔舐められモードどうでしょうか。正解は大型犬顔舐められモード。やったー、顔舐められ、すげー、やったー。いやでも笑ってないってことでしょ。それなんやねその怖い保険。分かってんそれ。笑っててもいやいやいやってことやから。笑ってたよ俺も。いやちょっとその審査員のコメントとかの問題ないんかい。霜降りチューブ、まあ、ラストっすかね。次ネタのセリフばっかりやん。ファーストラウンド、ぺこぱさん漫才タクシー運転手から。運転手さん、新宿駅までお願いします。かしこまりました。ちなみになんですけど、新宿駅って何ですか。いや知らねえんだったら教えてあげよう。そうだろう、〇〇は〇〇だ、〇〇してはいけない。いやこれもう僕おもろすぎて笑いすぎて、もう聞いてないねんな。ええわそれ。やっぱもうかけてるんで、もうペン置いてるんで。まあええから早くよ。いきます。情報は水だ、独占してはいけない。これがね、情報じゃなくて情報が知識がで悩みました。知識は水だ、独占でも情報の方がなんかしっくりくるかなと思う。知識は水だ、独占してはいけない。どこが水だ。どこが水だ。これ水って読むね。平等や。じゃあれペコパさんのあれなんていうの、その字に起こしたらあれ水でも三個かかってるな。そんなんない。平等という意味で水って言ってんのよ。水独占は一緒やな。独占知識か、うん、バイやかましょ。そらやんけ。何隠してんの。そらやんけ。はい、知識は平等だ、独占してはいけない。情報は水だ、独占してはいけない。さあ正解は知識は水だ、独占してはいけない。よっしゃー、
知識かー。いや、これ知識が一番でかいんですよ、正直ね。いいえ、キーとしては何言ってんのって思わせたら。いや、ね、庄司さん、知識っていうパワーワードを使いたら水やパワーワード、知識です。さあ、ということでですね、終わり、1対0で、粗品の勝利。イエーイ。あー負けの嫌なんじゃん、ポーゲン。ダメよ、まだ1本目ですよ、まだ。どうでした、皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。